ハロー、まだエクス。アッくんです。ナータンです。あれ、ダイちゃんいるんだけどな。あ、待って、見て。あ、なんかひょっとこういる。ひょってる。ひょってるね。ママです。はい、ジャンキーです。というわけで今日の曲は何ですか。はい、はい、ここは今パーキングにいます。はい、パーキングにいますね。ちょっと里撮影した帰りに今パーキング寄ってるんですけれども、4兄弟なので、はい、もちろんね、みんなが思ってることっていうのはなんとなくわかるでしょ。そう、今ね、もうあつきが考えてることもわかる。あ、ちなみに今あっくん何考えてる？すごくチンチンが痒い。あー、実際どう？あっくんめっちゃトイレ行きたい。正解ではなかった。はい、あー、まあでもそれぐらいね、でも4兄弟ということで一卒できるんじゃないかということで、はい、今日こちらのパーキングで皆さんにはお買い物をしてきてもらいます。ということで、パーキングで一心伝心ゲームやりたいと思います。はい、なのでお題に合わせて買ってきたものを4人が全員一致するでしょうってことですよ。なるほど。でもちろん一心伝心が一致できたらね、それはもうみんなのものですけど、もしもし一致しなかったらどうします？没収でございます。ありがとうございます。では一つ目、はい、はい、秋といえば何でしょう。はい、秋といえばですよ。秋といえばね、秋といえばでちょっと皆さんお買い物、ちょっとあの分かっちゃうから、これはもう一人一人ちょっと買いに行ってもらいますんで。あっくんは何を選ぶかな。秋といえば、あ、あ、帰ってきた。あ、はいはいはい、もう帰ってきたよ。トイレ終わったわけではない。いや、買ってきてるね。買ってきてる。あっくん、買ってきた。7いってらっしゃい。じゃあ7お願いします。トイレめっちゃ、まあでもちょっと今、うん、結構ヒントもらったんじゃないですか。え、なんでなんでなんで、今ヒントだった。あつき、服の中に隠したじゃない。うん、シルエットが箱だった。あー、じゃあもうあれじゃん、俺らが買いに行くときにそれ探せばいいんだ。まず箱で秋っぽいやつだと結構。ちょっとこれ大ヒントじゃん。第一大ヒントだって。秋といえばですよ。さっきね、ちょっとシャインマスカットって秋か。なるほど、それでいいの。美味しいんだ、食べて。お、なるほど。ナナちゃん、ナナおかえり。ナナちゃん、あ、箱だね、ナナも。オッケー。他も見なくていいの？大丈夫？いいよ。なら自信ある？ない。ない。ない。あいくんが買ったものと合わせてほしいな。まあ同じ箱かな。ね、でも箱はね、似たような感じだよね。多分みんな大好き。みんな大好き。マジ？いいね。秋といえば、それ大ヒントじゃん、みんな大好きって。でもね、箱の大きさ一緒ですね。そうだよね。うん、意外と一緒だったよね。箱の大きさ全くは分かんないですけど一緒ですね、ほぼほぼ。大ちゃんがわけわかんないのぶっ込んでこなければ可能性ありますよ。あいつやりかねねえ。大ちゃんやりかねないから。あいつやりかねねえわ。うん、猫の人形買ってきて、うん、これはあきちゃんだよと。いいそう。今のいっくん個人賞で賞金用意しましょう。ちょっとそれは欲しい。いや、これちょっと楽しみだ。楽しみだね、これね。ありえるよ。ちょっとありえるよ。これは自由だよ。よし、じゃあ預かるよ。あー、生まれる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 。
じゃあ、行く行こう。ドイちゃん、当てに来たね。あ、ほんと？あ、いいね。だいぶ適当に選んだんだけど。いや、正直だいぶいいと思います。ちょっとこれ楽しみだ、いっくんが。美味しそうだったから。はい、秋といえば、秋といえばですよね。うん、でもあるんですよ、みんなで。みんなが買いそうなものもちゃんと考えてね。そうだね。うん、これね、ちょっとね、まあ、向こうでも言ったけど、あいつらお腹に隠していってたの。うんうんうん、シルエットがみんな箱なの。あー、見てるね。箱いっちゃって、これだよね、やっぱね、お芋系。栗なの。美味しそう。芋あん含むし、ちょっと美味しそうだね。超美味しそう。じゃあいく、ブツをもらおうか。はい、オッケー。はい、というわけでみんな買ってきましたね。できたよ。イエス。まあ、ジャンキュー結構全部受け取ってますけど、はい、俺がちょっとみんなに見えないように一人ずつ受け取ってるんですけれども、皆さん自信ございますか？ない。ない。じゃあまず、はい、あっくんが分かるって言ってた大ちゃんと奈々のからいきましょうか。はいはい。予想していい？はい。芋でしょ、多分。芋の何？芋のなんかタルトとかなんかあったんだよね。あれ栗だったよ。じゃあまず、いや、ナナの。はい、ナナ選んだやつこちらでございます。見して。おっきなお芋のスイートポテト。なるほど、秋っぽいですね。うーわー、秋っぽいですね。こんなんあったっけ？ありましたよ。あったよ。ガチかよ。あっくん、これだとは思わなかった。芋は合ってたね。まあ、芋は合ってたね。いや、マジか。じゃ続いて大ちゃんの。はい、こちらですね。ええー、じゃーん。同じの。はい、レナと一緒の。美味しそうだから選んだんだ。スイートポテトでございます。うわ、マジかよ、終わった。ガチ。あれ、二人がなんかちょっとうろたえてますけど、ガチか。ガチでございますよ。じゃ続いて、あっくんが選んだものいきましょう。こちらでございます。はい、栗タルト。栗、まあ確かに秋だわ。秋っぽいよね、確かに。みんな箱では統一してるね、やっぱね。はい、ちょっともうこの時点でパーフェクトなくなっちゃいましたけど、最後いっくんの。じゃじゃん。川越芋あん福餅。いやー、渋いの選んだね。なんでこれにしたの？芋系で探してて。あー、そういうことか。で、ママが甘そうさが、じゃあこれでいいや。なるほど、ちょっと。おい、ちょっと。美味しそうだったの。あ、まあまあそうかもしれんけど。決定だ、マザーじゃん。はい、ということで。うわ、でも半分合ってたんだ。残念ながら、パーフェクトならず。これ見つかんない。俺これあったらこれ買ってたかも。ほんと？俺もマジ？こっち目に入んなかった。目に入んなかった。そうやって見苦しい言い訳は良くないよ。言われてますよ。ということで、じゃあ一致しなかったということは、はい、没収。没収。じゃねー。これママだけが得する企画じゃない？確かに。あら、しかも俺ちょっと密かにかけてた賭けも外れたし。そう、ね、いっくんはどんな賭けしてたんでしたっけ？あの、大地が猫の人形買ってきて、秋といえば秋ちゃんでしょっつって、あの、しょうもないことしてくるかなっていう賭けをしてて、そう、その賭けが当たったら、いっくん個人的に商品俺があげるって言ってたのよ。そう、なのにお前シンプルにちゃんといいやつ買ってくそう。はい、すいません、じゃあ募集しますよ。あ、募集です。はい、募集ちょっと喧嘩。あー、なあ、募集して。なんで怖い。じゃあ次はもう簡単にします。はい、次。はい、ブラザー4といえばっていうものを買ってきてください。いいですよ。じゃあ逆にどういうこと？うん、ブラザー4といえばです。ブラザー4といえば降りてくる。お、早っ。
行こうぜ、まるちゃん。いいね、いいね。おー、どうしようかな。え、もう、わかる、わかる。人形だけど大丈夫そう。あ、いいよいいよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。それも面白いじゃん。赤と青き旋風、それらが結ばれるのは真の層。何それ。やっちゃいました、マイさん。どういうこと？すいません、ちょっと私ミスを犯しました。いっくんがいろいろ物色してて、ああこれかこれどっちかなんだよなっつって、これいくらかなって言った時に俺値段ポロって言っちゃったんですよ。値段を知っているということはですよ。なんでまあ 100% 外れることはないんじゃないかという。やっちゃったー、俺の読みです。やっちゃったー。じゃあ皆さん自分が今持ってるものを一斉の背で出してもらいます。はい、ね、大丈夫ですか、はい、用意できましたか。いいよ、いっせーのせーで、はい、はい、はっ、うわー、うわー、あー、待って、見せて見せて、ちょっと近くに、ちょっと近くに見せて、すごい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 、お猿さんがマンキー3体ちょっと待って、大ちゃんの何それ。タコ棒です。わー、あー、こって書いてある。ちなみに大ちゃん、なんでブラザー4といえばでそのタコを持ってきたかっていう理由をちょっとカメラに向かって教えてください。いや、ブラザー4といえばチンコだからだし、おーい、ちょっと色違いだけど、俺とも同じだ、俺とも、これすごいよね、これはすごい。ちなみにこれはなんでブラザー4といえばお猿さんなんですか。大ちゃん、大ちゃん、大地に合わせて、うん、大ちゃん毎回猿みたいに吠えてるから、イエーってやるから、すごくない？すごいんだけど。しかもちょっと補足なんですけど、あっくんとナナに関しては色もちゃんとピンクを奥の方から選んで買ってるんですよ。ピンク俺もなかったよ。もうそうなかったの。これなんでピンクにしたんだっけ？大ちゃんはピンク好き。大ちゃんピンク好きだから。そうなんですよ。すごーい。これさ、せっかくだからさ、いくんのやつもう一個買ってちゃんと飾んない？ブラザー4でね。うん。確かに確かに。それぐらいすごいよこれは。それはそれですごい。そのさ、タコにみんなぶら下がって。ああ、面白い面白い。あ、泣くんだ。もう大ちゃんじゃん。あ、泣いてる泣いてる、本人も泣いてる。動画見てくれてありがとう。ありがとう。インスタもやっているのでそちらもよろしくね。